冷凍タピオカ実家からの差し入れ姉がいつも作ってくれたやり方で黒糖タピオカ作るよ黒くなるまで茹でたら黒糖シロップは全部入れていい感じになるまで煮ていくよさーて、味見味見うん、なかなかいいんじゃない味もとっても良かったし、余った大量のタピオカは冷凍保存しちゃおうしっかり押さえて切ってっとよーししっかり密閉されてる そしたらジップロックに入れてまたねー